今年で36回目を迎えた内川たけのこ祭り。毎年5月4日に開かれていましたが、今年は気温が高いことなどから生育が早まったため、初めて日程を前倒しして開かれました。今年は表年ということで、会場には今朝採れたばかりのたけのこおよそ 1.2 トンが並び、通常より3割ほど安く販売されていました。毎年来てます。えぐさはなくて、で柔らかいし、とっても美味しいです。煮物がいいですね、やっぱり。また、たけのこご飯や天ぷらなども販売されていて、こちらも多くの買い物客でにぎわっていました。内川地区でのたけのこの出荷は、来月上旬頃まで続くということです。